はい、どうも隊長でございます。今回はですね、単発なんですけれども、色彩感覚テストというものをね、ちょっとやってみようかなと思います。特にね、やってどうっていうわけでもないんだけれども、なんかね、レベルがあるんですよね、そのやっぱり色彩感覚ので、なんか最大レベルをね出しちゃったんですよ。そうでね、本当にこれみんな見えないのかなってすごいね、こちらとしては疑問なので、ちょっとね、皆さんも一緒にやってほしいなっていうことで、ちょっとね、やっていきたいと思います。プレイ、じゃあもう早速いきますわ。ほい、はい、もうパーッといこう。ほい、この辺簡単なんだよな。で、ね、これ間違ったところを押してもね、別に特に進まないので、正解を押すと進むんですよ。うん、今間違ったみたいに。なのでね、進んだらそれが正解っていうことになるんだけれど、あ、違う、これじゃない、どれだこの辺の色はね、苦手なんだよね。これか、よし、どれだ、これか、これだ、違う、こっちか、どれだ。残り10秒しかない。おおおー、どれだ、にゃー。まずそれでもね、だいたい平均30ちょっと出せるのは出せるんですよ。一回本当にね、最大レベル出したんだけどな、たまたまかな、出したいな、もう一回くらい動画で。あ、惜しい最大36なんですよ、うん、36では36以上出したいな。ちょっともう一回、惜しい。お、やったレベル上回ったよ。前回36出したんですよ。やったよ、38出したよ。40行きたいな、行くかな、ちょっともうちょっとやだけやらせて、40行きたい。
うおー。本当にデザイナーなのかな。まあ、42は言ったけど、本当にみんながこれがわからないのかっていうのがね、すごい僕知りたいんですよ。あのね、ぜひよかったらコメントなどでね、あの自分全然わかりませんとかね、簡単だよねとかね、いただけたら、嬉しいです。はい、ということで、もう半分自慢自慢動画ですが、終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録高評価などぜひぜひよろしくお願いいたします。では今回はこれ失礼いたします。また別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。